はい、こんにちは、元オリンピック日本代表の森高弘です。本日も森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、バタフライの第2キックの蹴り方についてご紹介させていただきます。で、第1キックのところはですね、前回のですね、もう動画のところで、言ってきました。そして、まあ、有料会員の方にはですね、どうやったら位置がより効果的にね、打てるかっていうのをね、僕は言ってきたと思うんですが、それを生かしたところで、第2キックを打っていくっていうところは、どういう形かというと、しっかりとキックを蹴ってすぐこう2を蹴るんではなくて、できるだけ手が前にぐーっと伸びたら自然と足が上がってきますから、できるだけ位置が伸びてる間すぐもう2を蹴るんじゃなくて、位置が入ったら少し伸びます。伸びてる間に足がスムーズに上がってきますので、そこのタイミングで2をドンと蹴ってあげるといいと思います。よく見られるのは第1キックが入る、そして意識的にこうまだ足が下にあるのにもかかわらず蹴ろうとするから、まだ体が前に行ききれてないんですよね。前に伸びてぐーっと第1キックで伸びてる間に足がスーッと上がってきます。そこでキックをドンで蹴れば体が上に上がってくるんですが、それをこう位置蹴ってスーッと前に行く前に、自分自身のせっかくスピードで伸びてるのにここで曲げてしまうから、ピタッと足を止めてしまう、そして体が止まってしまうので、すごくもったいないんですよね。できる体のうまく連動を使いながら2のキックを蹴ってあげるとより、効果的になっていきますので、ぜひ、やってみてください。はい、どうだったでしょうか。今日の動画を見て、皆様の泳ぎがさらに、良くなっていくと思います。で、もしわからないことがありましたら、こちらの方にですね、コメントいただけましたら、僕の方が見てですね、ちゃんとコメント返しますので、ぜひ分からないことはそのままにするんじゃなくて、分からないことはすぐ聞いて、そして自分のものに、していただけたらと思います。はい、では、また森塾ですね、どんどんこれから配信していきますので、ぜひ、森塾をよろしくお願いします。ありがとうございました。